はい、どうも皆さんこんにちは、ダラママです。本日の22日から23日の23時59分まで Amazon でブラックフライデーの先行セールが開催されます。先行セールといってももう今の段階でかなり安くなっていて、さらにその次の日の24日から12月1日までブラックフライデーは開催されるので、本当に長い期間セールが続きます。今回紹介するのは先行セールの中でも特に安くなっているイヤホンやヘッドホンをご紹介していきます。実際に僕が使ったことある製品の中でも特にこの自信を持っておすすめできる商品のみをご紹介していきます。それぐらい今回のセールかなり安くなっているものが多くて、全部紹介してたら本当に長くなっちゃうので、これだけはチェックしてほしいというものだけ厳選してご紹介するので参考にしてみてください。では画面見ていきましょう。まずこちら毎度恒例なんですけども、ポイントアップキャンペーン、こちらねエントリーする必ず押してください。エントリーした上で合計ね1万円以上お買い上げの方にポイント還元率アップします。毎回毎回結構強めにねエントリーしてくださいとは言ってるんですけども、それでもねやっぱり毎回コメントでエントリーするの忘れてましたっていうのが来るので、下にねちゃんとリンク貼っときますから必ず忘れずにエントリーしてください。では一番最初のおすすめするイヤホンはこちら、イヤーファンの AirPro 3ですね。もう毎回毎回セール動画のたんびにおすすめしている、一番最初におすすめしている商品なんですけども、なぜかというと、もうとにかく元からすごく安いのにもかかわらずセールでさらに安くなるんですよ。なのでできるだけ安くノイズキャンセリング搭載のワイヤレスイヤホン欲しい方はもうイヤーファンの AirPro 3で決まりと言ってもいいくらい非常におすすめな商品になってます。そしてさらに僕がやっぱこうやって自信持っておすすめできる理由の一つが、とにかくこれめちゃくちゃ売れてるんですよね。やっぱりここに書かれてる通り、過去1ヶ月で8000点以上購入されましたと書かれてます。8000点っていうとあまりピンとこないかもしれませんが、こちらね今回も安くなっているアップルのね AirPods Pro 2、こちらもですね過去8000点以上購入されましたとなってます。つまりもう世界的にね売れている AirPods Pro 2と同じ数量がね1ヶ月で売れてるんです。でしかもこれ発売されたばっかってわけじゃありませんからね、常にこの8000点近くがずっと売れ続けています。さらにカラーオフホワイトが700台、ネイビーが500で、ピンクが400なのでもう9000点以上売れています。とにかく全部入りで全く隙がないのに安くて、しかも数量も売れているということもあって、僕の中でも自信を持っておすすめする商品です。これが通常価格が7990円のところが6792円になっているので、そうですね合ってますね、しっかり安くなってます。 24% オフですね。でさらに今回ですね、僕のチャンネル専用のクーポンをいただいたのでかなり安くなるのでぜひ使ってみてください。おすすめのポイントとしてはまずやっぱりノイズキャンセリングに対応しています。この価格としてはねもう十分すぎるぐらいのノイキャンでしっかりとねノイズを軽減してくれるので、あんまりこの音量を上げすぎずにね音楽楽しむことできますし、音量上げすぎないので音漏れの心配も少なくなります。さすがに本当3万円とか4万円とかする完全ワイヤレスイヤホンほどではないんですけども、それでもあるとないとじゃ全然違うので、ノイキャンのワイヤレスイヤホン使ったことない方はねぜひ使ってみてほしいですね。それから2台同時に接続できるマルチポイント対応してます。このようにスマホと、パソコンに接続すれば、パソコンでね仕事のオンラインミーティングに参加した後に電話で通話したり音楽を聴いたりすることもできます。で iPhone 使ってる方は関係ないんですけども、 Android のスマートフォンで AptX Adaptive にね対応している場合はハイレズも楽しむことができます。でもちろん通話もできるし、専用のアプリでねカスタマイズすることができます。音質もカスタマイズできるし、操作性もねカスタマイズすることができます。そして再生時間がねなんとこれ45時間再生できます。45時間って完全ワイヤレスイヤホンの中でも結構長いです。十分な再生時間ですね。でしかもワイヤレス充電にも対応しているので充電の手間も少ないです。そして 55ms の低遅延ゲーミングモード、 55ms というのは 0.055 秒なので0.1秒以下ですから、音ゲーじゃなければ全然問題なく楽しむことができます。で IPX5 の防水性能があるので、ジムで運動するときとか雨でね少し濡れちゃう程度であれば全然問題ありません。で実物はこんな感じ、毎回毎回このちっちゃい固形石鹸ぐらいって言ってるんですけども、そんなに大きくないかなと思います。そしてスティックタイプなので、まあ、つけてみるとこんな感じでスティックが出るのでちょっと存在感はあるのかなと思います。特にこの大きなこだわりがない方、とりあえず完全ワイヤレスイヤホンを使ってみたいという方であればもう十分満足できるレベルだと思います。ただ今回のセール、イヤーファンの最新の完全ワイヤレスイヤホンもなんと安くなってます。それがですねこちらなんですけども、イヤーファンのフリープロ3ですね。見てわかる通り非常にコンパクトなんです。でしかもイヤホンもスティックタイプじゃありません。つけてみるとこんな感じで、スティックタイプじゃないので耳への収まりもいいですし、あまり目立たないと思うんですよね。それがなんともう安くなってるんですよ。これ見てわかる通り10月29日に発売されたばっかりなんです。発売されたばっかりなのにもう安くなってるんですよ。意味がわからないよな。だからイヤーファン定価の価格で買うよりも安くなってるタイミングで買うようなブランドって考えた方がいいのかなと思います。これが通常価格が9480円のところが7580円になってます。十分安くなってますね。先ほどの AirPro 3との違いなんですけども、もう8割方同じと考えていただいていいです。先ほどご紹介した通りとにかくこの軽量なデザインになってます。
AirPods 3 よりもかなりコンパクトになってます。そしてスティックタイプじゃないので、あんまりこのスティックタイプのね見た目が好きじゃないという方でも問題なく使えると思います。そしてもちろんですね、ワイヤレス充電にも対応してますし、ノイキャンなどね AirPods 3と同等の機能が搭載されています。そしてフリープロ3の方がやっぱ最新なので、最新の技術にこれ対応していて、クアルコムのスナップドラゴンサウンドに対応しています。スナップドラゴンサウンドというのは、クアルコムが定めるテストに合格した完全ワイヤレスイヤホンにのみ認証されるこのマークなんですね。ハイレゾにも対応してるし、低遅延でかつですね安定性にも優れているということで、イヤーファンが優れてますよって言ってるんじゃなくて、クアルコムが優れてますよっていうふうに認めているということなんですね。なので他社が認めてるということなの でしかもクアルコムというね、大きな企業が認めてるということなので、非常にこれ安心感があるマークになってるんですね。これイヤーファンの AirPro 3はないので、やっぱりフリープロ3の方がやっぱ安定感はありますね。ただコンパクトである分、再生時間は33時間までとなっています。イヤーファンの AirPro 3は45時間ですから、大きい分ね AirPro 3の方がですね再生時間が長いです。もう一度見せるとこんな感じで、これがねネイビーなんですよ。ネイビーの色めちゃくちゃかっこよくないですか。僕ネイビー大好きなんで、これめちゃくちゃ気に入ってます。アップでね撮影した映像をお見せしますが、これだけ安いのに全然作り悪くないと思うんですよね。もうこれだけアップしてるので、もうごまかしようがないと思うんですけども、ちょっとキラッとしたパール感のあるねメタリックな質感になっていて、全然安っぽい感じないと思います。はっきり言ってこのデザイン性に関しましては、 AirPro 3よりも優れてるんじゃないかなと思います。そしてよりコンパクトで、ちょっと好みが分かれるスティックタイプではないという部分はかなり大きいのかなと思います。できるだけ安く、かつねスティックタイプでも全然いいよという方は AirPro 3でいいと思います。できるだけコンパクトで、かつビルドクオリティ、作りもしっかりしてる方が良ければフリープロ3がいいんじゃないかなと思います。音質もですね、どちらかというとフリープロ3の方がいいです。 AirPro 3と比べるとフリープロ3の方がより立体的、空間がかなり広くなってます。響きも豊かになっているので、臨場感のある音質を楽しむことができます。 AirPro 3はどちらかというとよりストレート、ダイレクトな空間表現なので、ロックとかは楽しみやすいと思うんですけど、あんまりこのバラード系には向かない音かもしれないですね。そしてもう一つおすすめなのがこちら、アンカーのサウンドコアリバティ4ですね。充電器で有名なアンカーのですね完全ワイヤレスイヤホンの中でも、このサウンドコアリバティ4、いわゆるねフラグシップモデル、アンカーの完全ワイヤレスイヤホンの中でも一番いいモデルなので、かなり人気になってます。一番いいモデルなので 14,990円と、アンカーの中では少し高めかなと思うんですけども、今回ね安くなっていて 11,290円になってます。 25% オフ、かなり安くなってます。でしかもここにね750円オフのクーポンついてるんですよ。なのでもっと安くなります。でしかもこれのすごいところが、あんまり安くならないんですよ、フラグシップモデルなんで。過去1年で見てもほとんどね安くなってないです。最近だとねもう全然安くなってなくて、本当に久しぶりにこれ安くなりましたね。 11,290円なんで合ってますね。しっかり安くなってます。特にこの750円オフのクーポンがな、ちょっと怪しいんですよね。なんかこの消し忘れちゃう場合っていうのがあるみたいで、もしかしたらこれ消し忘れてるのかもしれないです。なので動画公開する頃にはなくなっちゃってるかもしれないんで、ちょっとなくなってた場合ちょっとすいません。先ほどのイヤーファンと比べると4000円近く高くなってるんですけども、その分ですね音質はかなり良くなっています。このように2つねドライバーが搭載されてるんですね。こっちの大きいドライバーで低音を再生して、こっちのね小さいドライバーで中高音を再生するように、ドライバーごとにですね担当する帯域が分かれてるんですね。なので低音から高音まで非常にバランスよく再生することができます。でここが大きな違いですよね。 3D オーディオに対応してます。先ほどのイヤーファンは 3D オーディオ対応してないので、ライブ会場やね映画館で見ているような音響体験をすることができます。そしてもちろんノイズキャンセリングも搭載してるし、ハイレゾも楽しむことができます。再生時間はですね最大28時間となっていて、先ほどのイヤーファンの AirPro 3が45時間なので、それと比べるとちょっと短いですね。そして2台同時に接続できるマルチポイントにも対応してますし、ヘルスモニタリングにも対応してます。心拍モニタリングとかストレスチェック、あとワークアウト機能もあるので、運動する方にもおすすめですね。この価格帯でヘルスモニタリングの機能が搭載されているというのは本当に珍しいです。なかなかないですね。で、実物見てみるとこんな感じになってます。イヤーファンの AirPro 3よりちょっと大きいかなって感じですね。ちょっと大きいんですけども、再生時間は半分ぐらい短いんですよね。でこちらもスティックタイプなんでこんな感じになってます。イヤーファンの AirPro 3と比べると高いんですけども、やっぱり 3D オーディオに対応していたり、あとヘルスモニタリングに対応していたり、普通に完全ワイヤレスイヤホンで音楽を楽しむだけじゃなくて映画も楽しめるし、そういうヘルスモニタリングで健康の維持とかもすることができるし、フラグシップモデルなので本当にさまざまな機能が搭載されているモデルになっています。できるだけ安いモデルがいい方はイヤーファンの方がいいと思うんですけども、本当にいろんな機能が搭載されていて、しかもアンカーね、イヤーファン以上にやっぱ人気だと思うので、アンカーの方がやっぱ安心できるという方はね、リバティ4の方がいいんじゃないかなと思います。イヤーファンもですね保証しっかりしてます。18ヶ月の製品保証ついてるので、万が一製品に不具合があった場合や正常な使用中での故障の場合、
確認後保証期間内においてですね、新品交換、修理、返金をいたしますと書かれています。なのでイヤーファンでも保証はまあ充実しているので安心して購入できるかなと思います。そしてもう一つの目玉商品がこちらですね、 Apple の AirPods Pro 第2世代です。これが通常価格が 39,800 円のところが 33,800 円になってます。 15% オフになってますね。で実際に見てみると、そうですね、合ってますね、かなり安くなってます。まあこれはねもう説明するまでもないと思います。 Apple 製品を使っている方、 iPhone とかね、 iPad とか Mac とか使っている方はもう非常に相性いいので、もうこれを買っておけば間違いないと思います。ただ価格は結構まあ高いですし、音質はねやっぱりこの後紹介するブランドの方がやっぱり良かったりとかするので、音質にこだわってる方は、まあ、他のブランドを選ぶのもありかなと思います。 33,800円とかなり安くなってはいるものの、やっぱり結構高いですよね。なのでそういう方向けにご紹介するのはやはりこちらですね、 Beats のスタジオバッツプラス、こちらもかなり安くなってます。そしてもう一つ Beats のフィットプロ、こちらも安くなってます。 Beats スタジオバッツプラスが 24,800円のところが 19,800円、 20% オフになってます。5000円近く安くなってますね。そして Beats Fit Pro はですね 28,800円のところが 27,000円になってます。 28% オフ。こちらの方がですね値引き率は高いみたいですね。これどっち選んだらいいんだろうっていう風にね悩む方もいらっしゃると思うんですけども、僕は Beats Fit Pro を選んでおけば間違いないと思います。まず Beats Studio Buds Plus、こちらですねチップがですね Beats 独自のねプラットフォームになってます。 Beats 独自のチップになってるんですね。一方 Beats Fit Pro は Apple の H1 チップ搭載なので、 Apple のエコシステムもうほとんど全て使うことができます。一方 Beats Fit Pro はですね、まあ、iCloud ペアリングとか Apple 製品使ってる方はより使いやすいようになってるんですけども、やっぱりここ見てわかる通り全然ねできること違うのがわかるかなと思います。ただ再生時間はですね、 Beats Fit Pro は最大30時間、 Studio Buds Plus は最大36時間なので、6時間 Studio Buds Plus の方が長いんですね。なので再生時間をどうしても重要視したいんだという方は Studio Buds Plus の方がいいのかなと思います。ただまあ6時間ぐらいなんでそんなに変わんないんじゃないかなと思うんですけどね。でしかも価格もそこまで違いありませんから、 AirPods Pro 2ねちょっと高くて手が出ないんだっていう方であれば、もう Fit Pro を買っておけば全然間違いないかなと思います。ただですね、スタジオバッツプラスは Android のスマートフォンにもアプリがこれあるんですよ。なので Android のスマートフォンも使うよという方、2台使ってる方とか、あとは買い替える予定があるという方はですね、スタジオバッツプラスの方がいいかもしれません。ただそういう方結構珍しいと思うので、大体の方がフィットプロでいいともう断言しますね。間違いないと思います。大きさ比較するとこんな感じです。どっちも大きいんですけども、ちょっとフィットプロの方が大きいかもしれないですね。スタジオバッツプラスのねこのスケルトンなデザインが結構いいんでね、ここのデザイン面で悩む方はいらっしゃるかもしれないですね。フィットプロの方がねこういうイヤーフックがついてるので安定感も抜群ですし、フィットプロを選んでおけば間違いないかなと思います。そしてここからがですね、歴史のあるこの音質のいいブランドの商品を紹介します。まずはこちらですよね、ゼンハイザー。まあ僕がねもう本当に愛してやまないブランドなんですけども、かなり大規模なセールをやっていて、もうこれだけ安くなってます。その中でも特に注目なのがこちらですね、ゼンハイザーのモメンタム4ワイヤレスフラグシップモデルのノイキャンヘッドホンです。でその中でも最近ねスペシャルエディションカラーっていうのが出たんですね。カッパーということで、見てわかる通り銅色ですね。ゴールドっていうか銅ですよね、カッパーなんで。ちょっと落ち着いた色合いのシックなデザインになってますね。このファブリック素材とこの銅の組み合わせ、かなりいいですよね。ちょっとモダンな感じというか、クラシカルな感じがします。これがね、まだ発売されたばかりなんです。ほんと最近発売されたばかり。まだ1ヶ月ぐらいしか経ってないんですけども、ドーンとこれ値下げされてます。通常価格が 59,950 円と。やっぱりゼンハイザーのフラグシップモデルなんで結構高いんですけども、それが 39,800 円になってます。だから2万円安くなってるんか、めちゃくちゃ安くなってる。 34% オフですね。これスペシャルエディションじゃない通常のモデルが 46,091 円なので、スペシャルエディションカラーの方が安くなってるんだ。これすごいぞ。やっぱりずっと狙ってたって方いらっしゃると思うんですけども、もう結構前に発売されたモデルではあるので、やっぱりね最近発売されていてなかなか持ってる方が少ない。スペシャルエディションカラーでしかも安くなってるっていうのは、これかなりありですよね、買うの。軽くご紹介しますと、ゼンハイザーというのはドイツの老舗音響機器メーカー、1945年創業です。大きな特徴はやはりこの迫力と繊細さを両立した音質ですね。例えば同じぐらいの歴史がある JBL なんかは、どちらかっていうとこの繊細さよりもやっぱり迫力にやっぱこの定評があるブランドなんですけども、ゼンハイザーはその迫力に加えてやっぱり繊細さもあるんですよね。特にドイツはこのクラシック発祥の地なので、
まあ、そういうクラシックなんかも気持ちよく聴けるように、高音の繊細さに関してはやっぱり JBL より上ですね。 96kHz 24bit のアプテクスアダプティブ対応しているので、もちろんハイレゾも楽しめますし、有線でももちろん楽しむことができます。再生時間はですね、最大60時間なのでかなり長く再生できます。これノイキャンオンですからね、ノイキャンオンで最大60時間ですから、もう十分すぎる再生時間ですよね。それからもう一つゼンハイザーでおすすめするのはこちらです。ゼンハイザーの IE200 ですね。ゼンハイザーのこの有線イヤホンの中でも一番このエントリーのモデルになってます。僕の中では初めて買う有線イヤホンとしておすすめしてます。やっぱり完全ワイヤレスイヤホンかなりね、音質のクオリティ上がっているので、正直1万円台の有線イヤホンももちろん発売されてはいるんですけども、やっぱり完全ワイヤレスイヤホンとの差っていうのがそこまで大きくないんですよね。これ単品で買うと通常価格2万3000円ぐらいなんで、やっぱりこれくらい出さないと有線イヤホンを買うメリットっていうのはあんまりないんじゃないかなと思ってます。そして何よりね、今回のセール、こちらのバランスケーブルも付属して2万1800円なんです。単品がセールで1万8000円ですから、ほとんど差がないんですよね。3000円でバランスケーブルが買える計算になります。まあ、バランスケーブルが欲しい方っていうのはもうオーディオの沼にね、まあ、片足突っ込んだ方だと思うので、まあ、そこまで詳しく説明しませんが、やっぱり一般の方っていうのは 3.5 ミリの一般的なこのイヤホンジャックに挿すと思うんですけども、オーディオオタクっていうのはね、それよりも太い 4.4 ミリのバランスケーブルで音楽を楽しんだりするんです。なのでもうこのバランスケーブルで音楽を聴けばもうオーディオオタクと名乗っていいんじゃないかなと思います。ここが正直線引きできる部分ですよね。まあ全然ね、バランス接続しなくたってオーディオオタクと名乗っていいと思うんですけども、 4.4 ミリのバランス接続してる方もう客観的に見てもね、あ、オーディオにこだわってるオタクなんだなって思うんで、ぜひねこのタイミングで 4.4 ミリのバランスケーブル買ってバランス接続楽しんでみてほしいです。そしてゼンハイザーでもう一つおすすめなのがこちら CX トゥルーワイヤレス。これねワイヤレスイヤホンなんですけども、ゼンハイザーの一番安いエントリーの完全ワイヤレスイヤホンです。エントリーなのでノイキャンも搭載されていません。ただね、これがもうすごく安くなってるんですよ。7980円になってます。あのゼンハイザーが1万円以下ってちょっと考えられないですよね。これ通常価格見てみると14555円なんですよ。それが7980円になっていて、でしかもこのねゼンハイザーのポーチもついてきます。先ほどご紹介した通りノイキャン対応してませんし、 AAC とアプト X までです。なのでハイレゾは対応していません。そしてケース併用で27時間再生することができます。一応アプリにも対応しているので音質をねカスタマイズしたり、操作性もねカスタマイズすることができます。ノイズキャンセリングよりも音質重視でゼンハイザーの音を聞いてみたいという方はこの価格なのでもうかなりありだと思います。僕としてもねやっぱりゼンハイザーの音ぜひ聞いてほしいなと思うので、気になった方はねかなり安くなっているのでチェックしてみてください。そしてここからはですね、ゼンハイザーと同等クラスに僕がめちゃくちゃ好きなブランドです。それがこちら JBL のツアープロ2ですね。もうゼンハイザーとJBL はね僕めちゃくちゃ好きなんですよ。ちょっと甲乙つけがたいですね。若干ゼンハイザーの方がやっぱり愛情度は高い感じがするんですけども、そしてこのツアープロ2 JBL のフラグシップモデルです。通常価格が 3万3000円のところが2万5000円になってます。 24% オフです。かなり安くなってます。実際見てみるとかなりこの推移が結構変動してるんですけども、そうですね、十分安くなっていることを確認することができます。まず大きな特徴はもう言うまでもなく、ここにですねディスプレイがついてるんですね。ケースにディスプレイが搭載しています。世界初のスマートタッチディスプレイ搭載の充電ケースを採用しています。ケースからでも、まあ、音質の変更とか、まあ、空間オーディオのオンオフとか再生一時停止なんかもできてしまいます。でこれケースにディスプレイなんて必要ないだろうと、アプリでやればよくないっていうコメント結構来るんですけども、アプリって立ち上げるのにちょっと時間かかるんですよ、どうしても。なのでケースで操作した方が早いです。ケースはラグが全くないんですよ。あとはやっぱりスマホに接続してない、例えばパソコンに接続してる時なんかもケースで操作することができますし、例えばスイッチとかゲーム機に接続してる時もケースで操作することができちゃうんです。なのであんまりピンとこないかもしれないんですけども、あるとないとじゃやっぱ全然違うんですよ。めちゃくちゃ便利なんです。もちろんノイキャンもねかなり強力だし、ゼンハイザーより強力ですね。で空間サウンドにも対応しているので空間オーディオを楽しむことができます。アプリにも対応しているのでかなり細かくねカスタマイズすることができます。実物はこんな感じになっていて、ディスプレイが搭載しているのでこうやってね手でスワイプして操作することができます。ディスプレイ搭載なんでちょっと大きめですね。イヤホンはこんな感じでショートスティック型になってます。ショートスティックなんでそんなに目立つ感じはないと思いますし、出っ張ってる感じもねないと思います。正面から見るとほとんど出っ張ってる感じないのがねわかるかと思います。そして一番大事なのは音質です。世界中で愛されている信頼の JBL サウンドということで、1946年ですね、ゼンハイザーよりも1年後に創業されてます。アメリカのブランドなんですけども、世界中の映画館、スタジアム、コンサートホール、そして放送局とかレコーディングスタジオなどで使われているスピーカーのブランドです。
車にもね搭載されてます。こんな感じだよ。でっかいアリーナクラスのライブでよく使われているスピーカーのブランドなんですね。なので本当にこのライブで聞いているような音を楽しむことができて、メリハリのある躍動感のある音を楽しむことができます。まあもうロックとか EDM とか、まあ、そういう音楽を楽しむ方にはもうめちゃくちゃ相性がいいと思いますし、ライブをよく見る方、見に行くのが好きな方にももちろんおすすめですし、臨場感のある音をね楽しむことができます。まあそれはそうですよね、ライブで使われているスピーカーブランドですから、非常に聞いていて楽しい音です。でその歴史のあるこの JBL のねフラグシップの完全ワイヤレスイヤホンがこの価格で買えるってなかなかないんですよね。大体多くのこのメーカーのフラグシップモデルって3万円以上するんです。なんだったら3万5000円以上しますよね。そんな中で2万5000円で買えるってなかなかないですよね。しかもこういうディスプレイ搭載っていうね、音質だけじゃなくて使い勝手にもかなりこだわっていて、非常に素晴らしい完全ワイヤレスイヤホンだと思います。このタイミングでねぜひチェックしてみてください。それからもう一つこちら、これはですね JBL のエントリーモデルのワイヤレスヘッドホンです。これが通常価格が 15,840 円のところが 12,672 円になってます。実際に見てみると合ってますね。全然セールしてこなかった中で初のこれセールなんじゃないかなと思います。これも最近発売されたワイヤレスヘッドホンなので、まさか安くなるなんて思ってませんでした。もちろんノイズキャンセリングにも対応していて、ノイキャン結構強いです。そして最長約70時間も再生できます。70時間ってめちゃくちゃ長いですよね。トップクラスの再生時間です。もちろんマルチポイントにも対応してるし、アプリでですね好みの音質にカスタマイズすることもできます。正直この価格で買えるワイヤレスヘッドホンの中ではトップクラスに音質がいいです。というのも JBL はライブ 770NC っていうミドルクラスのワイヤレスヘッドもあります。これが2万円ですね。でさらに一番上のフラグシップモデルもあります。これが3万5000円です。なのでこのフラグシップモデルとミドルクラスのノウハウっていうのを安くチューン 770NC に入れることができるので、値段に対して明らかに性能と音質がいいです。特に音質は先ほども言ったんですけどもね、ライブで使われるスピーカーとして非常に有名ですから、躍動感があってノリのいい音を楽しむことができます。そしてかなり長くなっちゃったんでざっくりいきますけども、 JBL のサウンドギアセンス、これですね JBL 初のオープンイヤー型イヤホン、ながら聞きイヤホンですね。耳を塞がない、これもねセールの表示は出てないんですけども、なぜか安くなってます。2万2000円のところが 19,791 円なので2000円ぐらい安くなってますね。音漏れに関しては一番少ないです。今まで紹介してきたオープンイヤー型イヤホンの中で音漏れは一番少ないので、音漏れが心配なんだっていう方はねぜひチェックしてみてください。そしてもう一つ、ショックスのオープンフィット、これも安くなってます。147時間でも安くなるのは今回が初のようです。 14,880 円のところが 11,141 円になってます。2100円オフになってますね。クラウドファンディングで 2.5 億円支援を集めたことでも有名で、2023年6月時点ではですねグリーンファンディングで過去最高の支援総額を達成してます。どちらかというとやっぱ付け心地に関しては、今までたくさんオープンイヤー型イヤホンレビューしてきましたが一番いいんじゃないかなと思います。現状ショックスのオープンフィットがオープンイヤー型イヤホンの中で一番人気なんじゃないかと思います。過去1ヶ月で1000点以上売れてますし、ショックス買っておけばね間違いないっていう感じが僕個人的にはやっぱしますね。あとですね、 BOSE のクワイエットコンフォートウルトライヤーバッツ、これ BOSE の最新のノイキャン完全ワイヤレスイヤホンですね。もう現状一番ノイズキャンセリングが強い完全ワイヤレスイヤホンです。これもねなぜか安くなってます。セールの表示はされてないんですけども、かなり安くなってます。で発売当初はですね 39,600 円だったのが 33,327 円になってます。6000円近く安くなってるってこと、すごいな。あ、そうですね、安くなってます。ちゃんと安くなってることを確認できます。BOSE はですね、まあ根強いファンがいらっしゃいますし、特にですねノイキャン重視の方にとってはめちゃくちゃおすすめなので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということでもう厳選したんですけども、相当動画長くなってると思います。今現在ですね22日の夜中の4時なんですけども、これから頑張って編集してちょっと動画出すので、ぜひチェックしてみてください。この2023年、1年の中でもトップクラスで安くなるブラックフライデーでおすすめのイヤホンやヘッドホンをご紹介しました。下にですねリンク貼っておくのでぜひチェックしてみてください。あとねチャンネル登録とグッドボタンもぜひよろしくお願いいたします。それではどうもありがとうございました。ナナモでした。